こちらこそ、よろしく。人気者はつらいね。人気者。きちゃねえなーもう。エディ、その出方はやめろって言ってるだろ。いつか心臓麻痺で死ぬ。こんなもんで隙を突かれる方がエージェントとして失格だぜ。人気者の旦那、死ねば保険金も入るしね。受取人は姉さんだ。貴様には一銭も入らん。あお、だ、大丈夫か総一。心臓に毛が生えてたりしねえだろうな。お前じゃあるまいし。たくもう。すばねえすばねえ。でけえミッションの話になってきたんで、つい調子に乗っちまったんだよ。柄にもなく。年がら年中乗ってるだろ。うっしゃ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 。やれよ。で、どうよ。米軍の公式リストにはなかったぜ。陸海空海兵隊、ゴーストプラトゥーン、ついでに CIA、FBI もだ。ま、当然だな。ソロモン王陛下は、なんと？お伺いは立てたが、返答は同じさ。陛下と俺の情報も両方に引っかからない。しかし脅威の凄腕エージェント ID13、 なかなかの組織じゃねえの。やるね、大統領も。まね、世界は広いね。まったくだ。来た来た。肩の凝る仕事の話の後はマスターのこの一杯だね。まだ終わっちゃいないって。いただきます。
ええ、父してました。ま、そうだな。ええ、ケツしてました。そればっかりかよ。へへ、総一、いい感じじゃん。向こうもまんざらでもなさそうだぜ。へへ、いいだろう。さつきちゃんに言いつけたろう。いくらでも言ってくれ。ゆかりちゃんにも。そっちは困るな。ま、間違っても惚れちまうなよ。女は怖い。そうかな。あんまり怖そうじゃないけど。ああいう何か背負ってるやつが一番始末に負えねえ。そのこと一途、他のすべてを切って捨てる。やっぱり何かあるかな。だな。何かまではわかんねえけど。調べてくれる？微妙だな。大丈夫だって。仕事に私情を挟まない。そんなこと言うやつに限って挟むんだ。ま、無駄にはならんと思うけど。じゃ、決定。どうせやだっつってもやらされるんでしょ。やりますわ。総一。うん。役者が揃ってきましたな。ビッグウェイブですぜ。まだまだ。本命のご登場まではさざ波だよ。予定通り？まあ。誤算一つ。向こうのカードがあんな美人だとは思わなかった？いや、向こうのカードが俺に惚れてるとは思わなかった。仲人は誰にお願いしよう。ステップを省きすぎだよ。だから勝負が早いんだろう。早すぎると嫌われるよ。遅すぎるよりはマシ。そうなんすよ。遅い方は治療法がなくってね。何を言わせるか。ま、もうちょっとってところだな。ああ、もう少し引っ張ろうか。しかし彼も大変だな。身内にこんな火種抱えてちゃ俺っちなんざ夜眠れないぜ。こんな火種抱えてても眠れるからあそこに住めるんだって。あそこに住める人間はある意味で天才だ。ちげえね。俺っちはうまいキャフェがあればそれでいいけどさ。あー、クリームシュガーたっぷりのこいつを飲んでると故郷のシアトルを思い出すせ。故郷ロスじゃなかったっけ？似たようなもんだ。新快速で20分だよ。京都大阪間じゃあるまいし。しかし、やっぱ米軍じゃねえのか。俺、さすがに分かんなくなってきたぜ。まだゼロってわけじゃないけど、リサみたいな切り札突っ込んでアピールするところを見ると、違うと考えた方が素直だな。もう一度初めから、白紙から調べ直そうぜ。何か、見落としもあるかもしれない。だな。めんどくせえがしょうがねえ。じゃ、あとよろしく。あ、どこ行くんだよ。部屋に戻る。おう、お部屋でデータ整理。頼むぜ。海軍業界関連だけでも膨大にあるんだ。半分持って帰って。いや、俺には別の仕事があるから。別の仕事？
睡眠。ナスティーボーイ。汚い。人のあくびにげんこつ突っ込もうが汚いわ。あまりにいいあくびだったのでついね。わしゃ猫か。猫の方が賢いよ。あくび中に指突っ込んだらちゃんと優しく噛むもん。そんな怖いことよくできるな。噛まれたらどうするんだ。人前であくびしてるような猫は噛まないよ。ま、お前は野生の仲間だと思われてんだろ。ナチュラルだからね。天然か。それはゆかりじゃん。呼んだ。なんでも。眠そうだね、相変わらず。ちょっと昨日いろいろあってな。なになに？何してたのよ。いいだろう。男の子の秘密。スケベ。すぐそういう風に結びつけるお前の方がスケベだといつも言ってるだろう。それとも何か？今ここで実演してやろうか。遠慮するわ。よし、わかった。では早速。ソイチくん、ソイチくん。いいからベルトを締め直せ。遠慮することないのに。ゆかりもぜひ一緒に。ブルガリアではイエスの時に首を横に振る。お弁当いらない。最もきつい位置にピシリと締め直してございます。サツキシェフ。わかればよろしい。さあご飯にしよう。私ダイエット中。もうお腹いっぱい。Thank you.
まずかないな。明日は休もうかな。うまいよ。ゆかりは？ゆかりは？うん、おいしい。どれが一番いい？このピリ辛オムレツ。ピリ辛？ふっ。ちょっとソイチ、これ食べてみて。なんだこりゃ、売店の新しいパンか。サルサカレーパン、また珍妙なものを。カレー、水かなんかないのか。辛い？辛いよね。ああ、唐辛子系の安易な辛さだな。こりゃ売れんぞ。でもそのパンを甘いと表現し、カレーはもっと辛くなきゃと豪語する人物がこの広い日本1億2000万人にたった一人。その一人びっくり日本新記録の人物とは一体。じゃじゃーん、挑戦者伏見ゆかりさんです。こんにちは、京都府から来ました伏見ゆかりです。知ってるよ、席隣だろ。あ、そうでした。でねでね、総一、私としては放っておけないからね。どうでもいいけど、お前どうしてそんなに嬉しそうなんだ。腕の振るいがいがあるからじゃん。弱ったネズミ見つけた猫にしか見えんが。ってことで、お昼ご飯一緒に食べてね。ゆかりの味覚を鍛えてあげたいわ。おせっかい、つより失礼だぞ。そりゃ本人も了解済みだからいいのよね、ゆかり。困ってはないんだけど。力づくか。ってことで、今日は2つしか作ってきてないから、そいち、あんた抜き。はあ？さつきちゃん、いいよいいよ、私明日からで。善は急げ、悪はもっと急げよ。急ぎすぎだっていつも言ってるだろ。じゃあ半分こしましょう。そうね、じゃあ私の半分あげる。よし、だったら俺も半分出そう。わーい、一個風外。Thank you.
で、そこに現れるのが正義の味方、超正義戦隊正義マン。現場を去るのであった。かっこいいのか悪いのかわからん。で、何の話をしてるんだよ。タンカーの事故の原因。また悪の秘密結社ワルーか。そう、ワルーの悪人がタンカーから石油を盗んでるのね。だからってタンカーまで沈めなくてもいいだろう。そこはそれ。なんだ。悪だから。正義マンか。そんな連中がいりゃ世の中平和なのにな。ほらまた人任せ。己の力で何とかしようとは思わんのか、このヒルアンドン。んじゃあ正義レッドにでも何にでもなってやるよ。怪人倒せば平和が訪れるんだな。怪人じゃないよ、悪人。同じだ。怪人は悪いかどうかわかんないじゃん。変なところで律儀だな。んなことどうだっていいのよ。とりあえず頑張れ、総一。そういう貴様も人任せだろうが。俺に頑張れ言う前にお前も正義ピンクになって頑張らんか。これだから総一くんは時代遅れだね。なんだ、そのやらしい目つきはやめろと言ってるだろ。今ね、ピンクなんていないんですよ。ホワイトとかシルバーとかですよ。ゴールドでもレインボーでも花柄でも何でもくれてやるから、お前も戦えと言ってるんだ。いいわよ。やけに素直だな。その代わりレッドちょうだい。リーダーまで務めるのか。積極性が出てきたじゃないか。自信あるもん。素人憲法で何でもどうにかなると思っちゃ怪我するよ、怪我。大丈夫よ。悪人を倒す最後の最後は剣。巨大ロボのか。そう、ザンザン剣バッサー。草薙ブレード、ゆかり違うよ。草薙ブレードは剣の名前、ザンザン剣は剣技の名前。おお、俺も誤解してた。ザンザン剣ってどんな技だ。大冗談から思いっきりまっすぐ叩きつける技、チェスト。いかにも決め技って感じがするが、そんなシンプルな技が通用するのか。根性のひね曲がった悪人に。大丈夫だよ、これは見せ技で、決め技は、あ、秘密。
何が、あ、秘密だ。どうせメイストームだろ。どうしてわかったの？わかるって。巴投げで怪人、いや悪人が爆発するとは思えんが。腰痛めて立てなくなればいいのよ。殺す必要ないじゃん。優しいんだか優しくないんだかよくわからん。でも宗一君はいつも立ち上がってるよ。俺は悪人じゃないからな。手加減してやってんじゃない。ということだ。トレーニングを怠るなよ、正義ブラック。ヘイヘイ。正義イエローも。え、イエロー？お前もひどいな。ホワイトあたりにしてやれよ。いくらゆかりがカレーばっかり食ってるからって。食べてません。私も戦うの？当たり前じゃん。平和を守るのはみんなで、みんなで。ズ基地でオペレーターします。一人だけ生き残ろうなんてずるいよ。バレた？そんな危険な作戦なのか？お前も腹黒いな、こら。しょうがないわね。じゃあブラック、特攻よろしく。待て、なぜ突然一人特攻？ブラックの分まで私たちが平和を守っていかなきゃならないんだ。ブラック！宗一君！勝手に殺すな！本名を夕日に向かって叫ぶな！正義マン。戦隊名だけは変えようぜ。